こんにちは、ゆうりです。はい、まあ、覚えてて損はない振り付けということで、今回はサルサロック、あるいは3ステップと呼ばれる動きの説明をしていきたいと思います。この動きなんですけれども、最近だったら3代目ジェイソルブラザーズサマーマッドネスのジェットマンと呼ばれるところで出てきたり、あと嵐のですね振り付けなんかにも出てきましたので、よかったら覚えてみてください。それではどうぞ。それでは早速サルサロックと3ステップの解説をしていきたいと思います。まずですね、どっちの足でもいいです。じゃあ右足からですね蹴ってください。右足を蹴る、そして置きます。はい、そして左足を横に出します。そして今度開いた左足を今度は蹴ります。置きます。そして右足をする。で同じこと、右蹴る置く、左蹴る置く、これを繰り返しです。チョン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 、最初はまずこれをやっておきます。チョン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 という感じです。でこのままだとちょっとかっこ悪いので、今度手をつけていきます。手の形なんですけれども、EXILE TRIBE3代目ジェイソルブラザーズはですね、サマーマッドネスという曲で、まあ、こういうジェットマンと呼ばれる手の形をしてたんですが、ここではですね、まあ、オーソドックスなよくある手の動きをしていきたいと思います。まず足を蹴った時に手をクロスさせて前に出します。そして足を戻した時に胸に持っていきます。そして足を開く時に手を左右に開きます。これを繰り返します。チョン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 、はい。そして今の基本の動きができたらですね、今度は体をどんどん、リズムに乗せていきます。トン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 、今は足を開いた時に体を落としてますけど、これは逆でもいいです。体をアップ上にトン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 アップさせる、まあどっちでもいいんですけど、とにかく体の、上半身をですね棒立ちにさせないっていう、こう固まった状態になる。これだと反復横跳びの進化版みたいになってしまうので、ちゃんと体をトン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 アップ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 でもいいですし、うんダウン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 というふうにちょっと、まあ、上位左右にちょっと乗ってみてください。この動きに慣れてきたらですね、今度はちょっと跳ねていきます。どういうことかというと、今まではこう地に足がついた状態だったんですが、これをこういうふうにしていきます。これ今どうなっていたかというとですね、トン蹴って戻す、ここまでは同じです。で足を開くときに片方の足だけではなくて両方一気にと開きます。はい、そして元に戻るときにまた真ん中に重心を真ん中に持ってきてついて開く、トン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 、こうすることで動きがですね大きく見えてきます。イメージとしてはこうちょっと跳ね気味に、これに手をつけてチョン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 、でこれがサマーマッドネスっていう感じになります。でまあこの振り付けなんですけれども、前ねやった嵐のダンスにはですね、縦に開くバージョンとして使われてました。なので基本の動きは今やったこのこれです。この動きです。なのでダンスによっては横にそのまま開くものもあれば、後ろに開いたりちょっと斜めに開いたりするので、まあ最初の基本のこのトントントンだって
しっかりしてたらいろんな場面で応用が効くんじゃないかなと思います。以上が、サルサステップあるいは3ステップの解説になりました。ご視聴ありがとうございました。はい、この動画ではですね、ダンスをテーマにした動画あるいは全然関係ない動画とかいろいろアップしていく予定ですので、もしよろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。で、あとはですね、こんな動画を撮ってほしいとか、あと、まあ、単純に動画の感想などありましたら、ツイッターまでお知らせください。そして少しでも、お、なかなかこの動画、このチャンネル、いいんじゃないって思った人はですね、シェアしてください。小鳥さんのあれでシェアしてください。はい、以上になります。本当に今日ご視聴ありがとうございました。